こんにちは。今日はメンタリストの DAIGO さんが動画で紹介していたビアテストをやってみました。ビアテストとは自分の強みがわかる心理学のテストで、全部で120問あって15分ぐらいでできます。強みは全部で24種類あって、そのうちトップ5が自分を特徴づける強みとされています。自分の強みを知って、仕事や生活に生かしたり、新しいことに使うことによって自信がついたり、メンタルが強くなるそうです。私のトップ5はこちらでした。審美眼、感謝、誠実さ、親切心、好奇心。ちなみに6位がユーモア、7位が公平さでした。私のトップキャラクターであるこの審美眼っていう言葉、初めて聞いたんですけど、審美眼を強みとするあなたは、人生のあらゆる領域、つまり自然から芸術、数学、科学、日常に至るまで、そこに美や卓越性や熟練した技を見出し、それらを深く味わう力のある人。自分を取り巻くすべての事柄を美しいかで判断するということだそうです。自分の強みを知りたい方は、ぜひビアテストやってみてください。バイバイ。